ちなみに、まあ着々と月末のは進めてるんで。おお、ありがとうございます。23日はい、きんぴらと今話し合ってるんで。はい、具体的なことが決まりました。またぜひ待ってました。で、まあ5、6人ないし7人、8人ぐらいで来ますからってのバーにも挨拶してきたんで。おお、実家っすか。ん、実家を掃除して、うん、で、ちょろっとまあバーベキュー的なのをして、はいはいはい、で、落ち着いたらバーに流れると。おお、次の日開けてますか。多分あの人数だったら1、2時間で終わります。最高だね。なんか買っていきましょうね。僕たちが多分着くのが7時ぐらいかな。午前中ちょろっと手伝って抜けて、でラジオ終わりで来るんで7時。なんか買ってくるんだったら買ってきましょうね。何か用意したよとかっていうのはじゃあ連絡するじゃん、はい、かぶらない。普通にみんなでUNOとかしたいな。普通に楽しいだろうな。人狼とかいとこからカードゲーム借りとこうかな。でも妹も持ってるからちょっと。じゃあ10秒前でセイシングルからいきますね。セイ、お願いします。あ FEC チューンド、FEC 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 チューンド。カマルの放送実行委員会ということで、本日も11時火曜日からやっておりますカマルの放送実行委員会ですけれども、はいはい、自己紹介します。はい、中地です。三宅です。カマルです。よろしくお願いします。お願いします。よっしゃー、行こう、頑張って行こう。今日も1時間頑張って行こう、やろう。行くぞー。行くわ。じゃダメダメ、オーガズム、それ違う違う違うのが出ちゃうから、それ。ああ、やめてください、行くのは。カルピス現役。その表現もよろしくないよ、あんまり。ごめんなさい、カルピス。僕、体にピースもちょっと卑猥な言葉と思ってる人です。違うだろ、別に。まさみさん。決めてきたんか、今日。ちゃんと。今日はミキサーがパキってます。パキっておりますよ。今日も今日も今日とて今日も今日毎週パキってんのかよ。パキってるでしょ、毎週。いや、ポキってる。中学生になりました、もしかして。精神年齢がどんどん低くなってる気がするな。なんかあったのかな。こうたくん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。シュプリームさん、アナルさん、こんばんは。もうアナ丸って、もアナルーしかないよ。アナルではないでしょ。アナルーしかないよね。肛門、肛門じゃないですよ。肛門なの、私たち。でもアナルでもないかもしれないさ。何がある？アナゴ？アナゴ、アナゴさん、ほら。ああ、どんな感じだっけ。モノマネできる？どうしたんだい、おい、フーグタくんだい。ちょっと微妙にうまいな。あいあいって、そんな感じだっけ。フーグタくんだい、セイとか、セイ、え、そんな感じだっけ。俺が中渕剛。いや、剛さんになってる。アナゴさんから剛さんになってる。はい、お前の、お前がお前で火事を取れ。えい。ちょっとやめてください。火事は取らないです。要するしたろかい。やめてください。グラさん、グラ、中渕剛はグラさんだ、代名詞ではないから。別に何、ハーモニカ、ウルフカット。いや、もうどっちかって言ったら髪型じゃない。あー、ウルフカット。いや、でも剛のもう通称で通ってんだから。グラさんとかで呼ばないで、剛のこと。マイナンバーナンバー28ボボブラジルです。これはあの他局ですのでやめてください。僕たち先輩のあのゴリラコーポレーションの ROK でのラジオ番組ですのでやめてください。シュプリームさん、わさび具志堅さんが FM ギノワンでレギュラーパーソナリティになったの知ってる。知ってるよ、聞いた今日だからさ。てか
具志堅さんツイッターやってるの知ってる？嘘嘘本当本当あの具志堅さん、あの具志堅さんが、うん、あのわさび具志堅さん、わさび具志もう酒癖鬼クソ悪いで有名な、え具志堅まさしいがえやってるやってる、発見した。あの人ポケベルじゃなかった？ちげえよ誰がサービス終了するからポケベル自体がそうなんだ、うん、スマホ触ってるイメージもないですからね。ないないない、事務所で触ってポケベル説濃厚だ。濃厚でしょ、うん、ずっと俺ポケベルだと思ってたもん、具志堅さんもしかのろしのろしでやり取りしてる、のろしすごいやぶみかもしれない。意外とそうなんですよね。意外と若いんですよ、具志堅さんは。いや、そうですよ、シュプリームさんから来てますね。ガチな民謡番組ですからね。ああ、らしいね、らしいですよね、本当に。詳しいイメージもあんまりないですけどね。うん、具志堅さん、民謡について語んの、具志堅さんが。ストロング片手に。違う違う、あれはテトラポットだけでしょ。ストロング片手にでしょ、どうせ。毎回酔っ払ってるイメージある。ストロングとメビウスのスーパーライト、ロング片手に。そうだけど絶対ダメですよ、このスタジオでやったら。絶対やめてください、具志堅さん、本当にね。すごいですね。いやー、わさびさんすごいですね。すごい、本当に先輩芸人来てますね。僕たちも頑張らないといけないですよ。頑張りましょう、今年は。なんかあります、あなたは。何がよ。レギュラーと言いますか、 FM ギノワ以外に。あるわけねえだろ、そんなの。あるわけねえだろ。悲しいよ。いや、今年はさ、だから俺も頑張っていこうと思うんだけどさ。あのさ、頑張りなさいよ、うん、まだいっぱいたくさんチャンス転がってたよ。そうだから、いろいろね、目の前には。だからさ、あの最近ちょっとさ、うん、あのこの俺の、うん、ロトン、ん、元転校する前、僕小学校転校してきたんですけど。そうなんだ。その転校する前の、そうですね、ネパールじゃないですよ。ネパールから来てないですよ。ネパールから来沖された。ネパール東中とかから来てないですよ。聞いたことない。ネパール東から来てないですよ。だからその前の小学校の友達から久しぶりに LINE 来て、LINE っていうか、あ、Twitter で DM か、DM 来て、この俺最近映像会社でなんかちょっとやってんだけど、ちょっとなんか CM に出てくれないみたいな、はぁ、なんか来て、おお、マジでめっちゃありがたいって言って、役柄なんだけど、アラブ人の役で、だから繋がってるわけよ、この俺がこのずっとこういうね、ネパールいじりとかネパールをしてきた結果、こういうのに繋がってるわけよ、ちょっと。ちょっとさ、おー、それ俺初知り、マジで CM 一本じゃん。そうそうそう、だから決定、ちょっとえ、これじゃオーディションっていう形ではあるらしいんだけど。ああ、さっきのあの業務連絡の LINE で来たやつ。そうそうそう。あれ、なん、え、俺も巻き込まれてるのはなぜらしいんだけど、あ、わかんない、なんかどうなんだろうね。まあ、あ、来週月曜日でしょ。そう、11日なんかオーディションあるから開けといてみたいなこと言われて。そうなんよ。おお、だからちょっとさ、え、俺圧倒的不利じゃない。うん、ヒサロ行く、うん、じゃあ。違う、もう遅いよ。無理？遅い。え、どうしよう。いや、だから、違う、コンビ二人でアラブになってもでしょ。じゃあ、俺何役？いや、わかん、それはわかんないですけど。あれ、そうなんだ、そういうことなんだ。そういうことらしいですよ、やるじゃん。まあまあ、でもこれはさ、まあ、縁というか、運だから。三宅の実力はあんま関係ないかな。いや、運も実力のうちって言いますからさ。自分から何かしないとね、あなたは。やっぱ行動力と、貪欲にならないと、もっと。そうだね、アクションを起こさないといけない。目の前のものに対してもチャンスいっぱいありますから。今年はもうね、拾ってってください。自分から動かないと。収集しましょう、今年は。はい、よろしくお願いします。仕事をください。ください、僕たちに。何でもいいです。なんか雑用でもいいです。雑草むしり手伝ってとか。はい、あの、コーパチの拡張整備とかでも全然使ってください、僕たち。はい、大丈夫です。全然無理だけど。全然アスファルト敷くの、俺ら。もうアスファルトも敷き詰めます。じゃあやります。これはでも国からの依頼じゃない、あれは。だからもう高いんじゃない。高いでしょうね。ねえ、この辺もね、ずっと
工事してますよね。そうそうそう、工事してますからね、うん、だからもうそろそろ僕たちの出番じゃないですか今聞いてる、ふーってやめて、生やし立てないで、もっと別の別の舞台に立たせて。なんでよや本業だろやお前や拡張したいよ、拡張はすな、任しとけエメマン片手に頑張ってるおっちゃんどもに任しとけ。いや何度もそのイメージ。俺らマイク持たねえと。俺らマイク一本で頑張ってるんだぜ。シーメンマザーファッカーマザーファッカーって放送禁止用語マザーファッカーは放送禁止用語だよちゃんと。そうそう、ちゃんとコンプラ遅くない P はコンプラで P 遅く、あ、ちょっと遅くないですか P のタイミングが。マザーファッカー全然遅い全然遅いっす、とっても遅い、生放送チェックワンツーだからこれ何に対して、何に対してやろ、何にずっとかかるやしずっとコンプラかかってるやしそんな卑猥ですか僕たち、うん、もう顔がもうそれどうすることも、じゃあラジオだもんこれ言うとくけどだから大丈夫だよね、言うとくけど大丈夫ですよ、仮に顔がチンチンの形をしてようとも、してようともラジオだからですから、うん、全然チンチンが喋ってても大丈夫な場ではありますから、何回ラジオのミキサーやってるんですかとんでもない数こなしてるでしょ忘れてたじゃない、忘れるなよ夜波音さん、お久しぶりですね、新聞見ましたって KY デンジャラスの中地になってました。そうなんですよ、あの僕新聞載ってまして、あのイベントの告知で出させていただいたんですけど、はいはい、KY デンジャラスの中地になってましたまだ KY デンジャラスなんだお前。いやいやいや、取材の際にもさ、俺強めにさ、カマルの中地ですって言ってるんですけどね。やっぱね、もう強いの、強いからもう KY デンジャラスっていう、もうこの失礼ですけどね、記憶から消さん、ねえ、記憶から別に消さなくてもいいと思いますけども、シュプリームさん、とりあえず人気者ラジオのツイキャス係をリークーから奪おう、三宅くん、あーいいやん、ツイキャス係、リークーからさ、とかさ、まあこんだけ身内がさ、ディレクターもさ、AD もやってんだから出させてくださいって言えば、で、なんでもお前にやる気があればいくらでも出れるよ。え、いいの？もちろんもちろん、やる気があるのであれば。あー、じゃあ俺じゃあちょっとまずはジャックしてもいいし、うん、まずはあのリークをちょっと、もうアポなしでそのままスタジオ入った方がいいと思うけどね、俺はリアルに。アポなしで？うん、あー、その方が面白いと思いますけど。ちょっと、うん、来週ね、そういうアグレッシブさ、貪欲さがあなたには足りないのです。えへへへ、確信疲れたみたいなのやめて。いいぜ。なんでなんでな、それに関してはなんで。ちょっとプチ問題じゃないですか。大丈夫ですかね。ちょっともん。僕はこれに関しては責任取れないですから。さすがに。いやでも俺が言ったら責任取ってください。おお、もちろん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 。じゃあ俺もう今週じゃん。今週はちょっとダメですね。なんで？あのイベントがありますので。え、それもアポなしで行っちゃダメなの？これは本当にあの殺します。殺される？はい。いや、アグレッシブさ出していこうと。いやいや、あの本当に殺します。なんで？殺します。トーコちゃんの隣にずっと。あ、アジャコに沈めます。なんでアジャコだ？いや、大丈夫そうじゃん、あっち。いや、あっちは死なないよ、絶対。あっちは大丈夫です。すぐ上がってこれる場所ですから。汚ねえけど。汚ねえよね。汚ねえよ、びっくり。まあ、あの辺は埋め立ち。埋め立て地だしですし、埋め立て地ですし、うん、工業地域でもありますし、さあ、俺釣りしたいわけよ俺。ああ、いいんじゃない、釣りしたくてさ、うん、俺もう中高となんか結構釣りとか行ってたわけよ、うん、もう社会人になって全然行かなくなって、うん、だからもうそろそろ釣りの時期じゃん。まだちょっと寒いかな。いやいや、もう暑いよ、もう。いや、とっても寒い俺、とっても寒い。車の中普通にエアコン、あの、いや、もうありえん、風量3ぐらいでかけてるよ。いやいや、もう皮膚バグってんじゃんお前。いや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 、なんで全県民に問いたい、これは。いやいや、県民投票するじゃん。県民投票しましょう、ついでに。もう今の時期エアコンつける田舎もうどうか、ご勝手にどうぞだろ、それ。ぜかひかちょっと問いたい。ご勝手にどうぞだわ、どうでもいいわ。いや、つけて、もうつけてるよみんな絶対。つけてねえよ。だから最近この気温の差が激しい。だからね、もう本当にもう体調不良。いや、体調ちょっと、インフルエンザ、ね、インフルエンザさ、尋常じゃないぐらい流行ってるさ。そう、めっちゃ流行ってるよね。警報が出てるぐらい。
あの今思ったら FEC 誰もいなくない？だ FEC はもうなんかなんで、まあ、常日頃からね病気みたいなもんではありますけどそうっすね。でもインフルエンザかかった先輩芸人いないですよね。いないよね。なんであんな劣悪な事務所環境で、だから劣悪すぎてもうインフルエンザ菌さえ もう負ける。あんな繁殖力の強い、うん、生命力の強いインフルエンザ菌も負ける負ける。もうマジで、うん、インフルエンザのじゃあワクチン打つよりから FEC の事務所になんか3日くらい滞在した方が下がもう全然免疫力アップ、免疫力はつくと思うよ。いやだってもう実証されてますからね、この辺に ね本当に本当に FEC 一人もいないですね。そうですね、インフルエンザかかった人で俺めっちゃ免疫強いと思う。そう、俺さ去年の今頃、うん、彼女が、インフルエンザ A 型にかかって、おそう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 、でもガンガンセックスしまくってたんだけど、はいはいはい、全然映らんかった。強くない？それ強い。ちゃんとこのマウス2マウスもしたの？マウス2マウス、マウス2マウスも、ペニス2マンコもペニス2マンいいんだろ、もうそれはペニスインマンコも遅いだから遅いって、もいや、すごい映らんかった。俺もうなんかその時もう違う廃人だったから、去年の今頃って廃人だったから、パチンカスだったから、はいはいはい、もうインフレなりてえと思って、おう彼女に助けてもらったんだけど、うつらんかった。うつらんかったんだ、うん、インフルなんなって、お前はこのパチンコ屋に、そうそうそう、行こうとしてた。あ、いやいや違う違う違う、だからもうお金消えちゃうじゃんパチンコ行ったら。いやまあそれそうだろう、それがもう嫌だったから。ああ、だからもうこのインフルになってやろうと、うん、もうインフルならなかったら行っちゃうからどういう構成の仕方だよそれに関しては絶対違うと思うよ。治ったら行っちゃうだろ絶対。でもね、何もない時にさ、忙しい時に、うん、飲みの席でさ、同級生の友達インフルエンザなのに飲み会に来て、そいつに死にフェラチをしたら一応インフル移ったやつさいや、どういう状況なのそれに関してはなんで女とセックスして移らんくせに男のチンチン舐めたら移るばこのケンイチくんっていう、ああはいはいはい、大親友なんですけど、大親友ケンイチくんね、インフルエンザなのになぜか飲み会来てて、おーで一口もお酒、ソフトドリンク飲むことなくずーっと傍らで寝てて、何しに来てるか、うなってて苦しい苦しい、何しに来たばいや、ストイックだから、ケンイチマジストイックだから、どこにストイックさ求めてるか、みんなからなんで来たばやって、そうだろ、このうーうーなってるケンイチのズボン脱がしてパンツ脱がしてフェラしたら翌日速攻でしたね潜伏期間とか無視して速攻来ました。直に、ああ速攻でした。やめた方がいいですやめ、絶対ああ誰もやらないですから、ああこれ気をつけてください、気をつけてください本当に。ケンイチくんはね、まあ結構仲いいんですけど、うん、結構特殊な人で、おね、今オーストラリアに語学留学に行ってるんですけど、久しぶりに電話をしたらね、お、英語結構頑張ってるかなと思って、はいはい、電話をしたところ、うん、とっても流暢な大阪弁になってました。なんでえ、オーストラリア行ってんだよねそう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 、オーストラリアの語学留学ですからね。オーストラリアに何パとかあったっけ？ないないない。あれ？ないない。通天閣あった？死に流暢よ。なんで？もう本場の人でしょ。どういうことだわ。びっくりした。何を流暢にさせてんの？わかんない。英語勉強して。ねえ。ちゃんと語学留学で行ってんだからさ、なんで関西弁の語学を。チャランポランですから。チャランポランすぎるだろ。ああ。でもちゃんと頑張ってよ。びっくりしたよ、まあ健一くん。もう帰ってこないかな。だからそういう英語とかさ、もう、うん、必要な時代じゃん、もう。まあね、俺ほんと芸人やってなかったら超行きたかったね。まあまあ今からでも行けなくはないけど、行けなくもないけどさ、今はちょっと行けないから、うん、行っとけばよかったなって。だから高校の時から行くやつとかいいんじゃん、沖縄国際、あ、はいはい、いますね、あ那覇国とかさ、うん、那覇国の生徒さんとかはよく行ってますけど、交換留学とか行きますね。だから大学とか行っててもよかったのかなって、この留学行くためだけにね。まあ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 、そうだな、うん、は思いますね。留学めちゃくちゃ羨ましいよな。ねえ、楽しそう、うん、うん、
外国行ってガンジャ吸いまくりたい。おいおい、よくないよね、よくないよ、ほんとに あんまよくないですけど、体以外で許されてないから。でもだからいや、なんていうの、語学留学じゃなくて、はあ、なんかよくいるさ、あの語、まあもう健一もそうだけど、うん、あの語学留学行ってただただ遊んで帰ってくるやつ、はいはいはい、別にそれでもいいかなって。いやまあね、この海外のこの風習っていうか文化に触れて、うん、文化に触れて、だからあの視野広がるなっていう意味では、うん、いいかなと思いますけどね。だからそういう面で遊ぶんだったら遊びに行くってちゃんと前もって決めてから行ってほしいですね。語学留学するってなんか変にカッコつけて大阪弁を覚えてくるよう な, なんかチャランポランにはなりたくない。一番ダセーよ。いや一番ダセー。遊んでるだろ、遊んでる遊んでる、確実に遊んでるだろ、うん、ストーリー全員日本人しか出てこない。いえ、うん、現地の人と触れ合え。全然全然オーストラリアにいる感出ねえ。触れ合えよちゃんと。まあまあまあ、視野を広げるっていう意味では、うん、そうだね、うん、ってみたいですね。だから最近中国人とかさ、アジア圏の人たちがさ、うん、中国語はね、本当にもうもう、中国語の方が喋ってる人多いんじゃない。でもそこまで来てない。もう共通語が中国語になるぐらいの勢いで、もう人口も多いしさ、うん、中国、うん、だからさ、今日もさ、中国人とちょっと喋る機会があったんだけど。どういう機会。あったんですよ、バイト先でね。なるほどね、接客業としてね。接客業として、はいはいはい、中国人と、へえ、もうさ、文化の違いなのか分からんけどさ、うん、このもう、なんだろう、なんかめちゃくちゃ、もう全部中国語よ。うんうんうん、なんか中国語でなんか漢字書いてから見せられたわけ。うんうんうん、全然知らん漢字だったわけ、うん。いや、僕分からないですって言って、うん、この中国語をちょっと喋れる人が、うんうん、従業員にいて、スタッフがいて、うん、これなんて読むんですかって言ったら、うん、あ、これドンキホーテだよって。ドンキホーテってこんなやって書くんだ。すげえ漢字あるんだ。すげえすげえってなって、まあまあ中国語ですからね。勉強になったな。あ、どんな漢字書くのかな、ドンキホーテ。4文字だった。4文字、4文字、漢字4文字でドンキホーテって書くらしい。はあはあ、ほーで、彼らはなんかドンキホーテにアイコスを買いに行きたいですっていうのを。アイコスとかどうなんですかね、人気なのかな。だから電子タバコはめちゃくちゃ買うみたいっすよ。でもさ、俺中国と韓国のタバコ、それぞれ3種類ずつぐらい吸ったことあるけど、しかまずいよ。なんか竹のタバコ、あったね、はいはいはい、あれ吸ったことあるんすよ。雑じゃない、雑ねえ。なんか本当になんか本当に気を燃やしてるみたいな、もうねえねえ、そんな感じの、なんかもう必死に体に悪い味するよね、うん、怖い怖い。雑な、普通美味しくないよね。超有害感が、超有害だよね、あれ、うん、もう車のマフラーとディープキスしてるみたいな、うん、だからもう本当に口から直接 PM2.5 吸ってるみたいな感じの、うん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 、でそれぐらいまずかったな、うん、そういった意味ではもしかしたら美味しいかもしれないですね、日本の。だからもう日本の電子タバコとかタバコは、うん、しかも安い、安いのかな、中国からしたら。あー、高いらしいですね。高いんだ、韓国かな。なんで奴らあんな爆買いしていくの。あ、だからそういうことじゃないの。あ、だから俺さ、民宿でバイトしてた時もあって、おだから民宿のこの清掃員をしてて、はいはいはい、だからベランダにある灰皿とかもうほとんども日本のタバコしかなかった。へえ、メビウスとか。あ、そうなんだ。そう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 、日本のタバコばっかり。 やっぱ人気なんじゃない。なんかたまにさ、うん、この銘柄はこの日本とかこういうメビウスとかなんだけど、なんか上になんか中国語でなんか、はいはいはい、なんかちょっとこれはちょっと有害ですよみたいな書いてるやつあるさ。あ、だからまあ日本のタバコだけど中国で販売してる。いや、だからアメスピとかもそうさ、アメリカのタバコ。あ、まあそうだな、俺が吸ってるラッキーストライクもそうだけど、まあいわゆる洋木っていうのかな、アメリカのタバコだから。それをだから JT 日本タバコ協会がフランチャイズとはまた違うと思うけど、まあ、代理販売みたい なんかそんな感じだと思う。へえ。でもこの清掃員してる時に、まあ、めったにはないけど、この 3,4 件あったのが、お風呂場でうんちされてたっていうのが3、4回ぐらいある。なんか使い方が
わからない。わからないのかな、なんかもう、うん。だから飲食店で働いてんだけども、うん、もうなんか床にもう、うん、これでもかってぐらいティッシュ撒き散らしていくし、本当になんか、うんうん、なんか卓上にめっちゃチリソース塗りたくなってる。これはさ、もう文化の違いで片付けるにはちょっとダメなレベルだよね。ちょっとね、本当にね。ちょっと考えたらわかるよね。もうだって後を片付ける人めんどくせえじゃん。どう考えても。周り見たらね。うん。金払ってでもこれ片付けますかって言われて嫌だよね、普通に汚ねえし。だなんかなんだろう、なんかだから美味しかったらなんか汚すみたいな、汚して帰るみたいな風習があるらしいじゃないですか。そうなんだ、まあまあ、でもさ、うん、でもさ、やっぱりさね、ちゃんと合に入らば合に従いですから、ね、そうだよ、本当にね。まあ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 、ちょっと難しいですけどね。難しい、そう、難しい話だけどね。あと民宿のバイトでなんか嘘だろうと思ったのは、うん、あの30個から40個ぐらい、あのコンドームにあの水を入れて、バレーボールぐらいの大きさに膨らましたやつが3、40個転がってたことがある。いや、何してんの。なんかガチャってドア開けた瞬間、なんかパリピな部屋だなと思ってバーってよーく見たら、コンドームでかい。そう、何してんの。どういうやつこれ。どういうことそれ、マジこれみたいな。何がしたかったんだ、わかんないけど。3、40個よ。3、40個。うん、そんな膨らましたか。ありましたね。何がしたいんだろうね。わかんない。わ、これは文化の違いというか性癖なのかわからないですけど、そういうのもありましたね。民宿のバイト楽しかったな、意外と。そういう人間性が見れて。ああ、はいはい。俺汚いもん触れる人だから、うん、全然苦じゃない。うんこも全然触れるから。ああ、マジで。そうそうそう、俺うんこ触れる人。なんかさ、それ民宿でもないけどさ、うん、最近俺の家の周辺から、うん、普通の民家よ、うん、からさ、うん、もうなんか中国人が10人ぐらいブワーって出てくる家があるんだけど、あれはシェアハウスしてるんじゃない。シェアハウスなの。だからよくあるらしいよ。いや、あの留学してる人とか働いてる人とかが、あ、違う、普通にキャリーバッグ持って毎回違う人たちが。じゃあこれ民泊として営業してるんじゃない。そう、してるの。ちょっとやばい、やもう闇の民泊。あ、そっち系の。だからチャイニーズマフィアみたいな。チャイニーズ、あ、違う違う、なんか闇のこの、うん、闇っていうかな、裏で、うん、登録しないで。なるほどね。営業してる。はいはいはい。そういうの最近増えてるみたいじゃないですか。あ、そうだよね。だって儲かるでしょ、多分。その方が純利益は上がるっしょ。いろいろ登録費用とかも取られずにさ。そうそうそう、国際通りからも近いしさ。立地的にはいいのよ、やっぱり。三宅の実家もそうやったら、やろうかな。絶対儲かると思うよ。儲かるよね。うん。そんなスペースないよ。ないないよ、中国人10人泊めるスペースは。10人。三宅のお父さんとお母さんはもうちょっと引っ越してもらおう。なんでよ、勝手に肉親殺すな、中国人のために。俺清掃員として働かしてよ。うんこ触れるよ、俺全然平気な顔で。うんこ触れるから親殺すってならんよ。絶対ならないよ。なんでお前のうんこ触れるのを引き換えに殺さんといけない。いや、ガッポガッポよ。ガッポガッポじゃねえよ。ガッポガッポでまた新しいお家建ててあげればいいんじゃないの。死んでんだよ、もうその時。ああ、死んでんだよ。そっか。コンティニューコインあと1枚いただければ、ツイキャスの方。コンティニューコインください。三宅の鼻の穴が少しだけ膨らみます。少しだけ、あと1枚、ちょっとあと1枚少しだけいただける。少しだけ膨らむんで、うん、ぜひよければツイキャス見てる方は、うん、よろしく。ミキサーのキャンさんが開いてるよ。開いてる。早く。伝わらないから。伝わらない。俺らに画面上にも映ってないからさ。それ誰にねえ、もうだから誰かくれなかったら、あの、あすみさんありがとうございます。あすみさんありがとうございます。助かります。いやー、ありがたい。少しだけ、あ、少しだけ膨らんでます。ちょっとツイキャスの画面上では分かれないと思いますけど、僕の角度から見たら少しだけね、ほんの少しだけ。あー、いいですね。このバイト先ならではの経験っていいね。だからいろいろさ、他の三宅はもうさ、またか、カズマサさん、カズマサさんやめて、カズマサさんやめて。僕たちのミキサー史上多分一番陽気な人ですよ。だ
典型ミキサーいいですね。だからね、この何のバイトしてたの、三宅健は。これまでにしたことあるバイトで。これまでは、スーパー、うん、居酒屋、ほう、イタリアン、おう、お蕎麦屋さん、おうおう、コールセンター、おう、ファストフード店、おうおうおう、まあ6個ぐらいかな。あ、俺は引っ越し、おう、引っ越し業者、あとは、ホテルの宴会スタッフ、はい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 、うん、とあとはつけ麺屋さん、おう、そのラブホ、はいはい、ラブホテル、コールセンター、コールセンターぐらいかな。おお、そんな感じかな。ラブホが一番楽しかったかな。きつかったけど、きついんだ、やっぱり。うん、でも客と直接絡むことはないんじゃない。ないですね。ないよね。一切ないですね。っていうこの過酷な状況から僕は お客さんとの行為成功した男ですからね。それがちょっと意味わからん。すごいよね。全然意味わからん。すごいよね。なんで持ってけましたね。すごいな。うん、ほんとだからもう人生、お前従業員なんでしょ。は、人生4回分ぐらいの運を使い果たして、うん、そういうことになりました勤務期間中でしょ。はい、すごいね。その時のフロントはどうなってんの。なしなしなし、やばいよね。いや俺もうさ、舐めてたんで、うん、もうだって俺高校卒業して au に就職して5日で辞めて、 その次のバイトラブホの店員さんだからね。ああ、まあそれ舐めるか。舐めてるし、もうね、だから18、19ぐらいの時よ、うん、まだ20歳にもなってないけど、はいはいはい、夜出勤で基本一人で回すんだけど、うん、清掃員のおばちゃんたちは別のフロアにいるから、もうずっと一人、はいはいはい、このバイトの出勤時と退勤時にこの次の人とちょろっと絡むぐらい、うん、ぐらいのバイトだったから、まあ、近くにコンビニもあったから放棄してよくコンビニ行って立ち読みしてたり、はあ、うん、で Wi-Fi ギンギンに通ってるからもうずっと YouTube 見てたり、うん、はいはいはい、でもう暇すぎるからもうオナニーしてとか、オナニーするぐらいでしたね、もう楽しみずっとオナニーしてゲームして小説読んでっていう。オナニー見られたんですけどね、僕その話とはちょっとさ、オナニー見られた事件っていう、最低だよね。うん、最低ですよ。で、まあまあそれぐらい舐めてたんで、だから電話とかもさ、だから基本フロントのラブホのフロントの仕事って電話対応だ、 お時間だ、うん、あ、まあそれかけないか、だから、うん、延長しますとか、延長しますとか、そういうやつでしょ、うん、ゴム2個追加でとか、そういう注文が入るから、はいはいはい、注文が入ったら清掃員のおばちゃんたち、スキン2個追加206号室みたいなね。ほう、うん、僕たちはスキンって言うんです。あ、まあ動かないんだ。動かないです。へぇ、動かないです。だから、ね、電話対応が主な仕事内容で、はいはい、電話も取るのも嫌だから、受話器からこの取ってそばに置いておくと電話鳴らないですよね。最低だ。はい、っていう感じで仕事してましたね。おぉ、悪知恵だけは働きますね。取っても取っても、取っても働きますね。まあバチ当たってオナに見られましたけど、ね。ババアどもに、うん、びっくりした。あとね、このおばあちゃんたちがちょっと気使ってか分からんけど、はい、まあ、芸人っていうのも言ってるし、うん、まあ、夜大変そうにしてるし、なんか僕の先輩芸人も働いてたんですけど、その先輩芸人がね、うん、まあ、今は芸人してないですけど、キイチさん、おー、はいはいはい、キイチさんがね、もうね、いや嘘だろっていう、まあ、真面目なことはいいですけど、このバイト先のラブホのさ、支配人に行って、はい、すいません、今月、お笑いライブあるんでフライヤー貼っていいですか。ラブホにさ、ラブホに、うん、お笑い、俺ら事務所のさ、フライヤーを貼るんだよね、みんなが見れるところよ。エレベーターの隣みたいな。逆にイメージ悪くねと。だからちょっとやめた方がいいんじゃないですかって。いやいや、でも協力してくれるだけでいいでしょうみたいな。もしかしたらお客さん増えるかもしれないから、いやこういうのは絶対やった方がいいよみたいな。いやこれはちょっとと思ってましたけども、まあまあまあ、そんな感じだったんですけど。
難しいなこれは。あどっち取るかよね。まあまあこんな感じで、まあ芸人してるっていうのもあって、この清掃員のおばちゃんがさ、うん、夜出勤したら、あの家の残り物を持ってくるんですよ。はい、お腹空いてるでしょ、食べてみたいな。でね、そのあの独特すぎるんですよね、このおばちゃんが作ってくる料理が。いや、大体家庭料理って普通。普通に作ればいいじゃん。うん、ね、まあ今写真探したらちょっと大変なんですけど、この俺がラブホのおばちゃんからもらった中で一番独特なのが、あのね、なんて言えばいいんだろうな、スライムにたくさんネギが入ったやつ。どういうこと？鼻水まみれのニラ炒めみたいな。あの何？ゼリー状なんですよ。ゼリー状？うん、ゼリー状。ゼラチンで固めてるの？ゼラチン質。ゼラチン質のニラ炒め。そうそうそう、をもらったことがある。で、そのおばちゃんはこのだから持ってきたら、この別のフロアだけど、この食べきるまではあの一緒にいるんですよね。この食べきるまで見届けてんだ。そう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 、やっぱおしゃべり好きだからおばちゃんって、はいはいはい、その間ずっともう見てる。 あった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 、懐かしい。おお、何これ、これやばいっしょ。これはちょっとで謎謎、うわ怖っ。あったかいんですよ、表面は。だから油で、うん、ちょっと炒めてあるから、ちょっと表面はカリカリしてるんですよ。カリカリしてんのこれで。で中はもうトロトロのもう鼻水みたいな。でニラとか入ってて、入ってす、謎すぎる、謎すぎる。その料理何、めっちゃ甘い。甘もう分からん、分からん、もう怖い怖い怖い。醤油かけられてるんだよね。醤油かけてさ、油でさ、ひいたフライパンで炒めてる時点でさ、もうそれデザートではないじゃん、おかずじゃん。おかずだよな、炒めて醤油かけたら。なのに中甘いんなんで、怖い怖いでしょ、怖い。ほんのり優しい甘みがふんって、だって傍らに添えられてるのはあの大根の漬物ですから、ね。どういう、大根の漬物は普通に美味しいんだけど。どういう食べ物なのこれ。創作意欲のとんでもねえババアどもが2階にいるから、これがちょっときつかったですね。ああでも、うん、でもありがたいけど、まあまあなんだこれ、ちょっときついの、これはちょっときついの、うんうん、そういうのがあったりとか、まあ面白いとこでしたよ。あ意外と、いいっすね、ラボに家族連れたくさん来たりとか。へえ、うん、やっぱ安くて泊まれるから、うん、そうなんか、まあ、まあそういうエロい意味でではなくて、うん、うん、ちょ、あと、まあ、観光客も多いですね。あ、うん、あとおじいちゃんおばあちゃんだったりとか。はいはい、おじいちゃんおばあちゃん、うん、何しに。これも分かんない、これに関しては正直分からん。わあ、これ元気なのか。いやでも、うん、たくさんいましたよ、何組かいましたよ。へえ。ではなく、もう普通お泊まりしてるのかな、分かんないですけど。いやじじいばばあはお家帰るでしょう。うん、まあがあったりとか、あとはこのラブホの駐車場はよく薬の取引がされてるとか。あーなんかそれ聞いたことある、うん、ラブホの中でやられたりとか、はいはいはい、取引をしたりとか聞いたことあります、それは、うん、うわーちょっとさっきの料理の衝撃がすごいでしょ、すごすぎて、うん、もうなんか胃もたれしてます。あーもう見た目、これを目の前に座られるからもう全部をさ胃に入れないといけないんです。なんか多分あれなんだろうね、この表面をサラダ油のをゼラチンで固めて、うんうんうん、その中にニラを入れて、うん、なんかちょっとカラッと揚げて、うん、だからこの、いやそこまでは分かるんだけど、甘さはどっから来てんだろうっていうさ。甘みが一番怖い。あ、何の甘みなの。まあでも忘れないよ、すごいな。あ、隠し味に何、カルピスの原液なのかな。食感はもう鼻水とゲロの間みたいな感じでしたよ。本当にもう作ってくれるのありがたいじゃないですか。もちろんで貧乏芸人ですから、うん、食うのにも困って、その時はさもうほんと貧乏で、はい、あのシェアハウスもしてて、あ、家も切ったの、はい、もうほんとに劣悪な環境だったので人が作ったご飯がもうめちゃくちゃうまくて、いやうまいだろ、家で食ったのとかさ、ありがたいよ。もうさ100均にさ、あの、うん、そうめん売ってて、ああはいはいはい、100均のそうめんをもう爆買いしてて、おう、でそうめんを湯がいて、で水切って、でシーチキンで炒めるっ
ていう、まあまあそうめんチャンプルーですね、はい、グーなしのそうめんチャンプルーをめちゃくちゃ食ってましたね、うん、あいいいいいいっていうそれだけでうまいもん、うんうん、っていうのをずっとやってましたね。あーまあでもあれはあれで美味しかったけどね、普通に味うまいよ、味好きなんで塩コショウとシーチキンだけで、うん、全然うまいよ、死に極めてましたよもう。あーやっぱみんなやるか、通る道なんすね、あーそうめんは、うめえうめえ、普通に全然いける全然いける、そうめんチャンプうまいんだよ。なんだ、全然話変わるけど、あのチャンプルーナンバーワンを決めよう。あーまあ数あるチャンプルーの中で、数あるチャンプルーもいろいろあるじゃないですか、豆腐チャンプルー、風チャンプルー、そうめんチャンプルー、ゴーヤーチャンプルー、ゴーヤーチャンプルー、難しいよ。俺はもうダントツで決まってるんですよ。あ、でも俺も決まってますね、これちょ毎日食っても全然いいなっていうのは。ちょっとせーので言います。うん、せーの、ゴーヤープル。うわー、もうさー、ゴーヤーよ。いや、ゴーヤーもうまいよ、うん、うまい、めっちゃうまい、可能性がまず無限大っていうのがある。うん、めっちゃうまい。でも負には勝てん。いや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 、負には勝てん。なんで？いや、負の潜在能力舐めてる。ない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 。あんなの。あんな。あれってもうさ、炒め物の味が染みついたティッシュじゃん。いや、負だよ。いや、負の、いや、ゴーヤーは味がするさ、食感も。いや、まあ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 、そうだけど。うん。いやでもゴーヤーもめっちゃ好きよ。ゴーヤーチャンプル死にハマっつって。毎日、毎日は言い過ぎだけど、もう3日に1回ぐらいは食ってたよ、今年の夏、今年度の夏。いやでもさ、うん、ゴーヤー高えじゃん。いやいやいや、夏は安いよ、めっちゃ安いよ。うそ、保存しに効くよ、そしてそんなに。うん、いやだから俺も総合的に考えても不要。いやー、車風、車風、うん、ゴーヤー入れない、うん、ああ一緒じゃない。え、どういうこと。違う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 、それめっちゃしっくりくるかも。え、どういうこと。いや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 、一緒でしょ、一緒でしょ、そういうことよ、本当に。いや、納得いいか、納得いいか。違う違う、何何何、どういうこと。ね、だからゴーヤーチャンプルに若干負が入ってるやつ。あ、全然美味しいけど、はい、フーチャンプル、うん、はいはいはい、にゴーヤーが入ってるのはちょっとなんか違うかな。だから風メインってことよ。うん、あ、風メインのちょっとゴーヤーが入ってる、うん、うんうん、うわー、ちょっと違うかな。いやー、だ豆腐チャンプルーにゴーヤー入れる、全然 OK でしょ。もう全然 OK だね。逆ももちろん OK でしょ。だそういうことですよ、このうっそー、うん、戦闘力の高さ。いや、ゴーヤーは強いけどさ。ただゴーヤーの欠点としてはもうチャンプルーしかねえっていうのがね、うん、1点です。ゴーヤーのモヒート、はい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 、飲んだことあります。うまい、うまい、はあ、いいいいいい、全然。あ、でもさ、俺さ、このまあ他局の話になっちゃうけど、はい、FM 沖縄ラジダブの企画で料理対決っていうことで、まあ、自炊芸人ですから私。そうなの。ええ、死に自炊してっから。そんなイメージあんまりないけど。いやいや、嘘でしょ、ずっと自炊よ。でもそれを出してくれよ。ええ、出す必要もないでしょ。俺にじゃあ弁当作ってきてよ。生活なんだから、なんでヤーに作らないといけないわ。弁当作ってきてよ。なんで作らないといけないわ。いや、いいか。だからこの料理ができるってことで、オリジンコーポレーションの鈴鹿サーキとサーキーさんと料理対決をしたことがあって、で、テーマがゴーヤー、はい、ゴーヤーを使った料理一品、うん、ゴーヤーチャンプルーとかやめとやめようみたいな。あ、創作対決。うん、創作をして、で、俺はね、だからゴーヤーのポテンシャルをどうやれば生きるかってことで、うん、こう食感がポイントかなと。はいはいはい、食感、ゴーヤーの食感を生かしたいなって、うん、俺が好きなゴーヤーチャンプルーがさ、あんまもう表面が火通ってるぐらいの、あー、中身はシャキシャキの、ちょっとシャキシャキの食感が残って苦味の強いゴーヤーが好き、はい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 、で、その食感も好きだから、この食感生かしたいなと。で、この食感何に近いかなって考えた時に、軟骨入りつくね。おー、はいはいはい、これの軟骨に、まあ、若干近いのかなと。ちょっとコリコリしてる感じの、はい、だから、ゴーヤーも
ちょっと食感を残すとあんま火通さないよ。で苦味が残ったら、まあ俺苦い方が好きなんだけど、うん、この食べる人が AD が食べるから、はいはいはい、苦味で AD もちょっと世代も近い若い人だから、じゃあまあ苦いのあんま好きじゃないかなって、うん、ゴーヤーって一回塩で揉んだら苦味抜けるんですよ。へえ。そう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 。で塩で揉んで、でちょっとだけ火通して、でつくねの中に入れて、うん、でやってしもうしかうまかった。これはまあ一応負けたんだけど、負けたべ、あっちのポテンシャルがすごすぎて。いや、ゴーヤーのトルティーヤ作ってた。トルティーヤ、うん、トルティーヤ、うん、え、トルティーヤってなんだっけ。トルティーヤはまあまあタコス的な、あのディップするやつ。ディップではないかな、カリカリまではいかないけど、スパイシーなパイ生地みたいな。あ、なんて言えばいいですかね、はいはいはい、そんな感じの。あ、分かった分かった。巻物ですね、一応もう作ってきてましたね。ポテンシャル高っ。高かったね。それは負けるわ。うん、負けました。でもでも激戦の末負けですから。おお。でも一応美味しかった、ゴーヤーのトルティーヤ。うん。でゴーヤー入り何個つくねも、うん、全然美味しかったと思う。まあまあもちろん初めて作ってみた。普通にうまそうだな。うまかったね。そのなんか負けたす行く末にお前ゴーヤーの写真をなんか58枚、うん、はい、撮らされましたね。うん、あれ本当に達成したの。あれ達成しました。したんだ。もうびっくりした。すげー。これがね、10月ぐらい、10月いっぱいで58枚、1ヶ月で58枚、はいはい、だから1日2枚ぐらい撮らないと間に合わないです。もうそうだな。でその時期ね、スーパー行ってもゴーヤーねえんだよね。まあもう10月だしな、もう、うん、いや、ゴーヤーって全然ある時はあるんだよ、うん、沖縄、はいはいはい、今もあるっちゃあるよ、多分、うん、ない時ほんとなくて、はいはいはい、10月がほんとちょうどなくて、おだから俺もう4日目ぐらいからもうネタがなくなっちゃって、だからゴーヤーでいろんな料理作ろうかなとか、うん、ゴーヤーでなんかちょっと遊んだでやろうかなと。もう食材がないもんな。全然ネタないからね。ゴーパチの写真撮りましたからね。ゴーヤーってことだ。それは許されるしか序盤でよ。いや序盤でやることじゃないよそれ。うん、でこれはまあ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 いいんじゃないかということでセーフ出たんですけど。で続いて撮ったのが僕が玄関のドアをガチャって開けて家に入ろうとしている瞬間の写真を載せたんですけど。ゴーヤー。はい。英語のゴーに家でゴーヤー。これはアウトでした。アウトだろ。それアウトだろ。これはカウントされる。58号線はまだこの合ってるからいいけどさ、ゴーヤーに関してはもう無理やりすぎるだろ。であと沖縄のお土産屋さんによくあるゴーヤードーム、ゴーヤーの形をしたコンドーム、あれも写真撮ってきたんですけど、これもダメでした。ダメ。うん、まあなんだかんやありましたけども、死に取りまくってクリアしましたよ。すごい。うん。執念。58個もあるもんなんだね、ゴーヤーって。あったよ、意外と。だからバラエティ豊かに撮ったよ。あ、結構いろんな種類の、うんうん、ゴーヤーの T シャツとか、うん、そうそうそう、ビールとか、はい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 、手ぬぐいとか、そういうのいっぱい。もう見て、うわー、緑多さよ、うん、チカチカしてんなー、ゴーヤー弁当、うん、そうだな、死に取りまくってましたからね。めっちゃ緑多いな、データフォルダ。おー、ゴーヤーの B さん。ゴーヤーのストラップとか。かわいいかわいい。いろいろあるんだね、ゴーヤーの。やっぱり沖縄は。そうそうそう、ゴーヤーのパンツとか、いろいろやりました。しんどかったね。あと、あ、あれも作りましたね。ゴーヤーのピクルスも作ってみたんですよ。おー、ゴーヤーのピクルスは絶対にやらないでください。なんで？しかまずい。いや、おいしいんじゃない？びっくりした。俺が失敗したのかな。なんかどこかしらで食べたゴーヤーピクルスは美味しかった。多分失敗したのか漬けが浅かったのかわからないけど、もう苦味の極みでした。あ、際立って際立って。給食で出たさ、うん、ゴーヤーのなんだろう、なんかそういう漬けでもないけど、なんか、あー、ちょっとね、ありましたね。あれさ、小皿に盛られてるやつ。そう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 、残す人続出の定番メニュー、ゴーヤのおひたしみたいな、なんかね。そう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 、うん、あれなんだろう、うん、あれの失敗感すごいんだよな。ゴーヤーチップスは大好きだった。あー、美味しいよね。ゴーヤーチップス普通にうめえよね。普通にうまい。もうライスといけるもん。おうおうおう、めっちゃうまかったな。ちょっとゴーヤー
ちょっとゴーヤの話で盛り上がってるところ悪いんですけど、そろそろ CM を結構終盤でしたね。そうですよ、じゃあ CM を CM でお願いします。今日は曲飛ばしましょうね。ごめんなさい、ね、ごめんなさい。お腹すいた。お腹すきました。お腹すいた。ちょっとちゃんぽん食べなくなった。焼き芋したいな、キャンセルに参加って。焼き芋できるかな。あ、でも火炊いたらちょっと苦情ですよ。バーベキュー何でやるんですか。バーベキューっていうか七輪で、七輪でハマグリ焼くのが森光さんの夢ってことで、はいはいはい、この焼きガキしたいな。めっちゃいい、めっちゃいい。焼きガキしたい。焼きガキとかいいかも。カキいけます。カキ全然僕は大好物。ただ殻付きのカキはどこで買ったらいいんだろうっていうのが。ああ、いや、もうどこでも買えますよ。あ、そうなんだ。はい、どうだろう。ユニオンでもサエでも生食用のカキ買ってそうですね。でペロペロ出すけど大丈夫だから。それ美味しいですけど、焼きガキうめえ。ね、焼きガキ美味しい。焼きガキしたいな。だからできたよ。ああ、うまい。ポン酢ハフハフしながらとか、あとちょっとバター乗せてから。ああ、最後です。バター醤油でうまい。最高だね。ああ、うまい。企画のなんていうんだろう、刺身屋さんというか、あとは泊まり、まあ、那覇で行った泊まり湯町とか、牧志高専市場とか行けば強いんですけど、個人的にはサザエですね。あ、サザエもいいね。うん、つまり人中欲無駄塩干狩りしてから、それをバター焼きにしたんです。あー、うまそう。壺の中でグツグツなってるのも、いやー、夢だな、あれは。楽しみだな。量と数で見てるかよ。よし、じゃあ、いつもの通り、お願いします。はい。かまるの放送実行委員会ということで、もうね、はい、終盤でございますけど、あっという間です ね。あっという間、チャンプルーの話してたら、うん、あっという間に過ぎちゃったんですけど、うん、ねえ、もうお腹すいた。お腹つきましたね。最近食ったうまいものは。最近食ったんは、うん、もう最近食ったうまい、あのさ、うん、俺 A&W を一回も食ったことがなくて。いや、もう嘘でしょ。これまでになんかもう、とってもなんかこういうのは嫌な気持ちになりますね、逆に。これまでに人生20割損してるからさ、俺は。じゃあ2週分だよ。バーガーを食ったことがない。俺スーパーフライとかカーリーフライとかは、うん、食べたことあった。あー、ルートビアとかオレンジジューサーも美味しいっていうのは分かってたけど、バーガーを食ったことがなくて、はいはいはい、初めてあのザ・ A&W バーガー、うんうんうん、食ったんすよ。うん、うめえ。うまいね。めっちゃうめえ。やべえ。あ、モッツァバーガーはもう最高。ビッカーチーズバーガーもね、またいい、ね、メルティはよく僕食べます。メルティはもう浅はか。なんでなんで。勝たんだよ、最近まで食ったことなかったやつが。浅はかとか言わんけ。あのチーズとあの肉と。そうなんす。今ね、あのちょっと好評につきみたいな。今ビッカーチーズバーガーを、うん、あの火曜日に1個買うと、うん、あの、うん、ポークサンドが1個無料でついてくるっていう、うん、でもさ、正直さ、ハンバーガーであの値段されたらちょっときつくないですか。いや、でも意外とさ、440円とかのバーガー、ハンバーガーでさ、俺一番美味しいのモスバーガーだと思う。モスは一番うまい、うん、本当に。で、もうちょっと変わったので言えばフレッシュネスバーガーとか。おー、フレッシュネスね。うん、美味しいっすね、好きっすね。高いハンバーガーってなんか、うんってなりますね。あ、まあ、だからもうチャタンとかでなんかあるさ、このなんかめっちゃバーンって挟んだ、うん、俺ああいうのめっちゃ好きだわけよ。あー、おすすめなお店ありますよ。お、どこっすか。名前忘れたんですけど。忘れたべ。カンガルーハットだったかな。へぇ、名護にある名護。うん、ハンバーガー、肉ハンバーガーという、あー、結構有名なお店なんですけど、あっちのこれ北部農林かな、北部農林高校の近くにあるんですけど、へぇ、ぜひぜひ行ってみてください。ハンバーガー、僕はあれしましたよ。なんね、じゃがりこアリゴ。
アレゴ。ああ、ジャガアリゴ。ジャガアリゴやりましたよ。避けるチーズをジャガリゴの中に入れて、うん、あ、三宅も一緒にいたか。ああ、あのタイガー、あのキンペラコボタイガーさんと、うん、僕家でもやりましたからね。やったんだ。あ、あれめっちゃうまかったな、あれな。あ、ちびった。びっくりした。多分食って入ったゲロもまだ全然美味しいと思う。だからもうあの状態がもうほぼゲロじゃん。ほぼゲロじゃん。え、もう話の最初と最後ゲロ。ゲロスタートでゲロ終わりって、ひどいラジオだろ。やだ。告知していいですか。はい、カマルですね、うん、ゲラゲラ笑わないとに出演いたします。そうなんですよ、ついに。初ですか、三宅はゲラゲラ笑わないと。僕初めてですね。僕はまあ前のコンビの時に何回か出させていただいてるんですけど、うん、ゲラゲラ笑わないとという、お笑いライブが、はい、来週か。来週ですね。来週の木曜日にバレンタインございます。バレンタイン、予定がないという方はぜひ遊びに来てください。場所が、はい、こちらわらば。わらばです。わらばという場所。姫ゆり通りに。姫ゆり通りにあるわらばという場所でやります、はい。2月14日わらばにて、会場が、夜の7時、うん、スタートが夜の7時半となってます。はい、前売りが1000円、当日1200円となってます。うん、して学生が、前売り500円、当日600円となっております。なっております。チケットのご予約、カマルのツイッターからもできますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。来週木曜日、2月14日バレンタインは、バレンタイン、ぜひ一緒に私たちと一緒にお笑いライブを楽しんでいただければと思います。そしてその次の週、うん、次の次の週ですね。次の次ですね。2月28日、はい、こちらも木曜日、こちらは平成一期というライブがございます。こちらは FEC の若手芸人で、構成されたライブとなっておりまして、うん、こちらも場所がですね、平成一期、今回から場所が変わりまして、そう、サウンズグッドという、元のバンターハウス。これ場所はね、沖江通りの、沖江通りのところですね。そうだ、ダンボの近くと言えばいいのかな。まあまあそうだね、ダンボの近くですね、うん、ドコモショップの近く、 au ショップか、あっちは、うん、純駆動の隣、純駆動のと向かい、向かいぐらいですね、うん、ありますので、そちらのライブは、夜の7時半会場、はい、8時開演となっています、うん。今回の企画は、各芸人が、他の芸人のネタを書いてみたという企画を用意してますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、どちらも、どちらのライブも、ツイッターからご予約できますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。他告知などないですか。他なんかあったかな。なんもないな。はい、明日早起きですので、今日はもう寝ます。今日はぐっすり寝ます、はい。ということでお送りしたのは、カマルの放送実行委員会パーソナリティ、カマルの中地と三宅でございました。また来週、さようなら、バイバイ。よっしゃー、あすみさん笑わないと頑張ってね、バレンタインで。あざっす、ちょ困ってます。ぜひ遊びに来てくれて、あとゴディバンを持ってきてください。までとは言わんけど、欲しがるのか。言わんけどさ、だってさ、ゴディバーもさ、普通のチョコも味の違いは全然分からんわけよ。全然チロルチョコとあんま変わらないよ、ね。チロルうめえ。チロルチョコ入れてても多分分からんはずね。マジで。絶対分からん。お疲れ様んさ。お疲れ様んさ、サバさん。シュプリームさんとご飯行ったらしいよ。あ、でこぼこ。でこぼこ。いいなぁ。我々ももう早く仕事で東京に行って、行きたいっすね。シュプリームさんに飯をご飯をおごってもらって、ギロッポに連れてってもらわないと。クラブで。ああ、ほんとにもう頼んますわ。その時は、その時はね、まずは僕たちが頑張らないと、うん、まずはね、ギロッポに行くために頑張ります。笑わないと楽しみだな。終わるらしいっすね、笑わないとは。そうなんだ、うん、終わっちゃうんだ。聞いてない、全然聞いてなかった。言っていいのか分かんないけど。あ、そうなんだ。あ、あすみさん、彼女いる人にはあげない主義だから三宅君にあげるね、ということで、ありがとうございます。君の主義っすね。ありがとうございます。いや
そういうつもりで渡すんですか、すみさんは。いやいや、やっぱりね、なんか恵まれない人たちに募金するように、やっぱすみさんもちゃんと彼女いない人にチョコレートをあげるっていう。あれ見たのってそんな感じ。バレンタインは女子からだろう、ね、うん、女子からまあ手言ってますけど、愛を告白する日みたいな言ってますけど、今そんな風習は特にないですね。